ババーン。今回は金曜日に本庄 FM さんでやってる光in埼玉の中古おもちゃラジオ生放送後にトレジャーファクトリーリサイクルショップチェーンのトレジャーファクトリー、まあトレファクですね。で買ってきたものを紹介したいと思います。購入品紹介ですね。じゃあ見ていきましょう。さあ金曜に買ったやつなんで、もうね、若干何買ったか忘れてるんですけど、あ、これね。はいはい。まずはこちら。ババーン。ぬいぐるみ、クッションっぽいんだけど、まあ一応ぬいぐるみですね、これは。これ何かっていうとね、見えるかな？タグ見ればわかるかな？見えるかな？ギガジャンボぬいぐるみ、サルタンっていうね、美女と野獣に出てくる、まあ妖精なのかな？まあ妖精というか、まあこういう、家具が生き物になるじゃん、美女と野獣って。それだと思います。はい。あんま覚えてないんだよね、美女と野獣。昔一回見たっきりだから。でも好きなんだけどね、すごい。特にベルが好きなんですけど、いいですよね。これがね、こんな大きいぬいぐるみなのに、値段が見て、まあ、107円でした。はい。UFO キャッチャーの景品かな？セガが出してたやつで。アミューズメント景品なんで。はい。これいいよね。普通に置いといて上にぬいぐるみ重ねたりできるから、ちょっといいかなと思いました。で、そうそう。これがまたガサバるのよ。今のもガサバるんだけど、これ持って帰るのね、折り曲げて持って帰りました。フォーキー、トイストーリー、あの、フォーに出てくる、ウッディたちの新しい持ち主のボニーだよね。ボニーが自分で作った、こういう、なんていうの、モンスターが、まあ、おもちゃになって命が芽生えたっていうキャラで、まあ、僕はゴミだって言っていつもゴミになろうとするんだけど、っていうね、ウッディがそれを助ける。お前がいないとダメなんだ。そう、今一番ボニーが必要としてるのは君なんだみたいなことで、ボニーの宝物のおもちゃですね。はい、自作のおもちゃだよね。フォーキーギガジャンボぬいぐるみ、まあトイストーリー4ですね。まあ4から出てくるキャラクターなんでね。はい、107円でした。安いですね。このサイズで107円ってやばくない？どうやって UFO キャッチャーでこれ撮ったのどういうこと、この細長いやつ。セガプラザって書いてある。まあ UFO キャッチャーの景品でしょう。これね、こんな長いんですよ。でもよくできてて可愛いのよ。子供が持ったら振り回して遊ぶのに楽しそう。フォーキー。トイストーリーはもちろん4も見ましたし、ディズニープラスでやってる短編ね、短編アニメ系も見てますからね。でね、今回ね、こういう福掛けのおもちゃのコーナーに、こんな感じでちょっとだけおもちゃが詰め合わさって、107円っていうのがいっぱいあったんですよ、おもちゃ。ホビーおまとめって書いてあるけど。本当にもっといっぱい詰めて500円とかで売ればいいのに、少ししか詰めないで107円で売るっていうね、新しい手法を使ってるんですけど、このトレファク。ただ今回これがね、ポケモン系かな、まあ、全部ポケモンってわけでもなくて、これただのカブトムシで、これはね、ポケモンのあの、こういうボールあるじゃん。ミュウツーの逆襲の時にミュウツーが使ってきたモンスターボールなんだけど。でね、これがいいのよ。このビックリマンサイズの48シールって言われるやつの、最近漫画買うともらえたやつなんだよね、これ。星のカービィとか。とかね、ポケモンとか、ちょっと見てみようかな、か。もう開けちゃうね。これ全部で107円。まあ、安いか高いかで言うと微妙なとこなんだよね。あ、下が開いてたわ。下が開いたわ。なんだよ、ハサミ入れた意味ないじゃん。まあ、こういうね、なんか、お祭りとかでよくさ、掴んだり、宝石掴みとかでも、なんかゲットする。もう商品にならないレベルのやつも入ってるんだけど、こういうね、これ開くやつじゃん。ああ、中に不思議種がいる。僕の一番好きなポケモン、不思議種ですね。中にしかも光ってるじゃん。やば。種ポケモンね、不思議種。やったぜ。これめっちゃ嬉しい。びっくりした。いや、普通にキーホルダー的なやつかなと思ったらキーホルダーじゃなかった。キーホルダー別のやつのキーホルダーだったね。パカ。しかも不思議種が出るというね。嬉しさ。やば。2019年のやつなんだ。このなんかリアルな不思議だね。ミュウツーの逆襲エボリューションの時のやつかな。モンスターボールになって、これが追っかけてきてみんなが捕まえてきて、ピカチュウ頑張って逃げるみたいなやつ。で、また宝石つくいのね。カブトムシ。これも可愛いよね。全然。フエラムネのおまけのよりもなんか大きいし。これなんだろう。あ、これは、いや、何がダメかって、ここ傷んでんだよな、これ。
だからこれはね、でも全然いいんですよ。なぜかっていうと、ここの部分を、ね、ペンチでこう開いて取って、別のキーホルダーを作れるっていうね。ここの部分は捨てちゃうけど、上の部分が使えるんで、改造おもちゃパーツコーナーに入れます。あ、これもちょっと厳しいね。ツインゼマツガー。なにツインゼマツガーって知らないんだけど。そう、これも傷んでるから、これもおもちゃ、パーツコーナー。で、これ。48シールの星のカービィ。これね、コロコロの漫画買ってもらえたやつじゃなかった。違ったっけな。だよね。あ、違う。コロコロコミックの付録だ。これ持ってるかもしんない。でもまあ、ここでゲットできて。もうこれで、この2個で100円の価値あるね。で、ニンフィアのシール。丸いシール。何のやつだろう。札幌一番についてきてるやつだね。で、もう1枚入ってるっていう奇跡ね。しかもちょっと違う。毛糸のカービィ。これはね、12月号の付録だったんだね。いや、これ奇跡的に嬉しいな。あ、いいね。アマージョ。あ、ちょっと痛みがあるな。ちょっとこれは痛みがあるけど、でもファイリングすればギリコレクションにできるな、僕は。逆にいいじゃん、この3分で。まあ、割と新しいんだけど、ま、丸宮のやつで、まあ、ついてきて。まあまあ、ギリコレクション。ファイリングします。え、なにこれ？デデデ大王と、デデデと、メタナイトタッグだって。へぇ。これも付録なのかな？ね、コロコロコミックの4月号付録。こんな付録一気にゲットできるなんて嬉しすぎる。で、あ、これアローラライチュウだね。アローラの姿。札幌一番。これさっきのニンフィアと一緒のシリーズ。あ、で、同じシリーズでカビゴンがいますね。おいしょ。カビゴン。なんか後ろ稲妻みたいに光ってるけど。カビゴンって稲妻と関係あったっけ？札幌一番。あ、これ48よりちょっとちっちゃいね。メッソンだ。まあいいですね。これも御三家だからね。ポケットモンスターメッソンでしょ。で、最後、これもステッカーだ。これもちょっと痛みあるんかな。デンジムシ。あ、デンジムシの指人形いっぱい持ってたんだけど、ラジオ番組のプレゼントで、送っちゃいましたね。いっぱいいるからいいやと思って入れたら、うちに1個もなくなったっていうね。で、次、ババーン。これも107円です。こっちは分かりやすいかな。もうカービィのなんか、これクリアファイルかなとか、これやっぱシール入ってんだよね。これヒーロー系っぽくない？これ何？コチチブワン？スタンプラリー達成記念。これめっちゃレアなんじゃない？スタンプラリー達成するともらえるやつじゃん。埼玉県立自然の博物館。あんま分かんないけど、これ嬉しいな。奇跡。嬉しい。嬉しい。何が入ってるかな？何が入ってるかな？これはね、いい買い物というか、まめに通ってよかったなっていうぐらい、新入会に出会いました。まめに通ってるから出会えるんですよ。いや、これガチャのやつじゃなかった。僕持ってなかったっけ、この、金塊のガチャのね、宝箱とセットで。待って、もうちょっとカメラ下げるわ。よし。お、やった！ドラえもんのお楽しみシール。ノットフォーセール。ホットモットでもらえたやつじゃん。こういうのお子様しかもらえなかったり、お子様セット買わなきゃいけなかったりするから。逆に、これとか48サイズだし。最近のドラえもんの絵だね。ドラえもん、ドラミ、のび太、静香、ジャイアン、スネオ。これ全然嬉しい。で、カービィの、なんか正方形のあれだね。コロコロコミックのやつか。30周年。クリアファイル。で、中になんか挟まってるからね。しかも、ちゃんと。冊子みたいなのが。なんか、付箋とか入ってんのかな？あ、これ、付録のやつと、これさっきのスタンプラリー。よし！錆びてない！いいね。あ、で、またこれ入ってる。またこいついるんだけど、裏傷んでる。これはね、おもちゃパーツコーナー。あ、なんだこれ、戦隊かと思ったら、フォートナイトじゃんのバナナだ、これ。ピーリー。まあ、これもコレクションできますね。やった、カービィ。ロボボプラネット。この辺全部ファイリングするから。ああ、またこれがいらないんだよな。いや、別にこれはいいんだけど、傷んでるからね。これって元からじゃないよね、これ。あ、これ元からっぽくない？これ。これ傷んでないんじゃない？この感じ元からじゃない？いや、どうだろう、これ元からなのかな。でもここら辺ちょっと傷んでるよな。あ、傷んでない。ゴミだった。これはギリ、コレクションしても大丈夫。かまどねずこってさ、これ、
公式だよね、鬼滅の刃の。これはギリかな、なんか傷んでないかな、これは。こっちはさすがにね、痛みすぎてるからあれだけど。で、そういう詰め合わせまだあって、これなんてもっと安かったよ。これね、107円の半額になってるから、まあ50円ぐらいで買えたよってことで。ぬいぐるみセット、何が出るかなってるん。あー、プーさん頭だけ、頭だけっていうか、こういうやつでこうビーンって伸びてこう戻る。この鍵とかつけたりすると便利、カバンにつけてね。プーさん、なんか頭だけシリーズ結構入ってるんだけど、ラスカル、フェイスマスコット、ラスカル同じ、あ違う、いいね、ウィンクしてるのと両目閉じてキュピッてなってるやつで、ラストがこれね。あ、そうやってた、半額だったから。半額コーナーがあるんですよ、このトレジャーファクトリー。まあ、どこのトレジャーファクトリーもあるのかな。半額コーナーがあって、そこで買ったんですよ。ちょっとゴミついちゃってるけどね、まあ後であのガムテープとかで取ってきれいにすればいいんだけど。サンリオのプライズ、 UFO キャッチャーの景品だね。サンリオキャラクターズ、ちょいデカモフマスコット R。 あ、でもゴミついてるけど、これ取れば状態良くなるからいいんじゃない。ストラップになってかわいいじゃん。これありですね。あり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 。そう、これもね、安くなったんですよ。こんだけいろいろ入ってて、半額。これも50円ですからね。この量入らなかったな。東京バナナちゃんみたいなの入ってるけど。これなんだっけ、何のキャラクターだっけ、東京バナナ。だからテレ東のキャラクターかな、とかエイリアンとか、これドフラミンゴのキーホルダー入ってるし、これ鬼滅の刃だけどね。これも鬼滅、これ鬼滅とコラボしてるじゃん、明らかに。鬼滅かと思ってたら鬼滅だった。これあれだ。パズドラかモンストのやつだよね。で、これはラバーストラップ。ズーシーだって。北斗市っていうとこあるの？北斗市の公式キャラクター。知らない。で、こことこにラムちゃんいるじゃん。で、なんかお守りっぽいニッキーだるま。で、なんかアクリルキーホルダーとか入ってる。これはこれで全部見れたから、もう開けなくていいかな。このアクリルが誰かわかんないけど。これは鬼滅か呪術か、どっちだ？こんな感じですね。やった。まあ、これは安すぎるよね、明らかにね。で、こういうのもあったんですよ。ババーン。ちょっと見づらいね。ちょっと待ってね。どうすればいいかな。あ、これこうすればいいんか。はい。のせキャラツムツムっていうアイテムらしいです。のせキャラツムツム。クリスマスバージョン。柔らか素材。あ、これ柔らか素材なんだ。のか、あ、違う。ん？どうなんだ？柔らか素材の可愛いフィギュアがクリスマスバージョンになって、やっぱ柔らか素材なんだ。プニッとしてるんだね。プニッとしてるみたいですね。新品みたいなもんだよね。まあ箱は開いてはいるんだけど、中は全部揃ってて綺麗なんですよ。これね、値段がね、198円。安くないですか？はい。アートボックス、こうやって乗せて、だから、つむつむを現実で遊べるよっていう奇跡的な、奇跡的なってこと。なんで今日こんな奇跡って言葉使ってるんだろう。すごいいいアイテムですね。ちゃんと売ってたやつ、ヨーキャッチャーの景品じゃなくて。そう、だからゲームの遊びを、こう、ね、現実でこう遊べるっていう、僕にぴったりのおもちゃですね。おねだり。これはいいんじゃない？でも開けるのもったいないよね、こんだけ綺麗に整ってると。この箱も可愛いし。このまま、でもクリスマスバージョンだからな。クリスマス以外の時期にどうするかっていうのが悩みどころかな。で、まだまだあって、こういうのもあった。これはちょっと売れ残ってたのかな。これも107円なんだけど、こういうね、4鉢サイズのシールが、いっぱい入ってるよっていう。おしょ、アイテムですね。アイテムっていうか商品ですね。多分全部鬼滅なんだけど、そう、鬼滅の4発シールはね、あのラジオのプレゼントでも送っちゃったんだけど、いくつかね、こんな感じで。あ、でも全部鬼滅か。でも袋に入ってるからいいかな。まだこれはコレクションにできるね、4発サイズは。でもまあ鬼滅はそんなに今どっちかっていうとね、新しく呪術廻戦アニメ見始めたんで、そっち欲しかったな。これなんだろう、知らないキャラだな。
もうふざけちゃってる。割と最近のやつかな。ん、何年って書いてある？わからんな、書いてないな。最近のだったらまだ嬉しいんだけど。あ、ちょっとこれはまあ、でもまあ、2、3、4、5、6、7、8枚入って100円ならいいかな。全然ありですね。はい。ちょっとまあ、買わなくてもよかった気もする。全部決めてたと思わなかった。で、これも107円で、こんだけ入ってるよっていう。これはなんかよくわかんないんだけど、ここにカズチャンネルのビックリマンコラボがあったんで買いました。まあ、この1枚で107円になと思って。カズチャンネル結構見てたんで、昔。だから全然 OK かな。これもう一気に出すね。あ、シールがくっついた。よし。よし、ちょっと。まあ、こういう、またフォートナイトの。でも同じ人から買い取ったやつを分けただけだよね。あ、鬼滅、あ、これ輪ゴムにやっちゃうと痛むんだよ。鬼滅の刃のシールだ。おー、いいね。白押し。富岡義勇さんとかね。猪之助も素顔だし。これ何？何でもらったのこれ。なんかでもらえたやつでしょ多分。ナムコかなんかでこうね。多分書いてあるけど、もらえたやつだと思いますね。あ、これもギリ大丈夫なやつだ。元からのやつ。鬼滅。稲テレは、嫌は、あ、俺は嫌われていないか。水柱。わ、ここら辺のなんかちっちゃいの可愛いじゃん。さっきのキーホルダーつければいいんじゃない？まあ、かわいいのと、まあ、この辺のね、宝石系のやつと、これはなんだ？なんか傷んでるな。なんか水に浮かびそうなんだけど、めっちゃ軽くて。ペンギン。これちょっとおもちゃ改造コーナーっていうか、塗装直してあげないとだから、まあ、いつ直すかわかんないけどね。で、こういうね、あの、針はね、ちゃんと戻しておかないとね、おもちゃ箱にぶち込んでるわけに後で怪我しますからね。なにこれ？水晶の缶バッジだって。変わってんな。だーっと、これは本物だったら引くけど、ちゃんとフィギュアのバッタですね。で、フォートナイトの、またいて、あー、カービィまたいた。で、ここですよ、ここ。あー、でもちょっとめっちゃ傷んでるじゃん、これ。めっちゃ傷んでるけど、カズチャンネルでしょ？まあいいけどね、別に。あ、懐かしのこのサイズのドラえもん。あー、これちょっと傷みすぎじゃない？もしもボックス、ここちょっと傷んでるな。あー、残念だな。しかもさ、これはないわ。腕と台座がないジョディ先生だよ、コナンの。マジかよ。これは、首取れるでしょ、これ。なんか改造で使えるんかな。なんかあれば、じゃあおもちゃパーツコーナーにぶち込みます。はい。ちょっと今の袋で見ますかね。中身見えるんだから、もうちょっと丁寧に選べるぞ。またこれも謎なんだよな。これも107円で、なんか野球選手カードが気になって買ったんだけど、これさ、どうなんだろう。買わなきゃよかったかな。あんまりあれだったかな。よし、ちょっと、野球選手カードがね、ちょっと気になってたのよ。松井秀喜とか入ってないかな。まず野球選手カード見よう。ゴムで止めると痛むんだ、カードが。ババン。あれ？全部ライオンズ。違う、パリーグ？ん？なんだ？知らない選手だな。僕が知らない選手なんだよね。もう世代がね。ほら。しかもカード傷んでるし。折れてるし。木下拓也っているんだ。木村拓也って昔いたけどね。ジャイアンツに。ああ、知らなかったわ。これ何のカード？カルビーだからプロ野球チップスか。まあ、チップス買うと思ったら全然、これ100円でゲットできたと思えば全然いいし、コナン君のステッカー入ってた。ついたんでるけど、裏がね。まあ、でも大丈夫か。貼っちゃえばわかんないから、まあ、コレクションするけどね。で、あと何が入ってた？これだけ？あ、あとこれ辺か。フォッコのミニステッカーと、これなんだろう。こちら、ブアンスタンプラリー。スタンプラリーの景品じゃない？これも。やった。スタンプラリーめんどくさいから参加せずにゲットできるの嬉しい。で、この袋に入ってるのは、にゃんこ大戦争の定規セットだね。なんかの付録かな。うん。まあ、これもいいんじゃない？よっしゃ。まだあるんかーい。
これも107円ですね。これ、あの、目指すと入ってんじゃん。これ目指すだよね。あ、違うか。目指すの前のこれ、トレッタじゃない？熱の逆襲。ちょっといくらずつ出して、出してくるからね。はい、さっきの金塊あってる、この銀塊ですね。おいおい。はい。おっきめのビー玉。おっきめのビー玉ってビー玉って言わないのかな？これいいじゃん。消しゴム詰め合わせ。あのトレインのやつだね。プチボトルトレイン。キャップないかな、キャップ。宝石なんだけど、まあ、下二つは、あ、これ指輪じゃん。これ指輪型で、これはなんか、バラの形して、これは四角のダイヤモンドみたいな。あ、これさっきの仲間じゃん。道汚れてるけど、さっきのこの、この子の仲間だ。よかった、まとめて買ってあげれて。金の、またね、あの、金塊です。これなんて結構いいよね。あの、笛ラムネのおまけでしょ、これ。これ、ラクダなの？アルパカ？わかんないっす。いや、これはそんなに、あ、でも、あ、ちょっと傷んでるな。カブトムシなんだけど、こう、なんか、若干傷んでるな。これは、ちょっと改造おもちゃコーナーに、ぶち込む。あ、やった！これはいいね。あの、なんだっけ、イノスケ、じゃなくて、なんだっけ、善逸。善逸の、鬼滅の刃の、まあ、メタルキーホルダー。これは全然状態もいいし。善逸アイテムってなかなかね、なかなか、なんか、最近善逸アイテムがなんか見直されてますよね。で、この二つなんだけど、これなんだろう。ああ、いいやつね。なんか、コロコロかなんかの、こう、カルタだけど、これ絶対足りてないよね。まあ、あと30年も取っておけばレトロアイテムになるんでしょう。と思うんだけど、別になんだよな。30年取っとくってもな。なんかの大豆入ってたんだけど、これ何これ、もったいな。これ必要なやつがあるんじゃないの。ああ、いた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 。イノスケと、あれだ、チキンラーメンのこのコラボだ。ここにつければ。ちゃんとなる。あ、なった！よかった。これ目指したじゃないね。取れた？どっちだろう。もうガオーレ？なんだっけこれ。あ、両方ミュウツーの逆襲じゃん。これ目指したじゃないと思うんだよ。目指したってもっと丸くなかったっけ？取れたかな？ガオーレかな？どっちだろう。書いてないね。ミュウツーの逆襲エボリューションだからもう、あ、でもなんかすごい汚い。ここが、あ、なんかぬめっとしてる。やばい、なんかぬめっとしてる。ティッシュあった、ティッシュあった、ティッシュが取れない、汚い汚い。これはちょっと、ちょっと待って、なんかぬめっとしてるのついてるの、何これ。あー、もうぬめっとしてるのついてたぞ、これ。あるのよ、たまにリサイクルショップで汚い時が。これはやばい。これは大丈夫ね。ああ。なんか、ちっちゃい子のよだれとかだったら最悪なんだけど。あとで手やろう。あとはね、あと全部一緒なんだけど、あの、こういう、HG ドラゴンボールなのかな？のフィギュア詰め合わせ。トレフィですね。で、528円の半額なんで、まあ、300円ぐらいで買えてるのかな？ 300 円弱で。まあ、こんだけ入ってればいいかなと思って買いました。それがもう一個あります。はい。まあ、なんかかっこいいよね。ね、こんな感じで。結構いろいろ入ってるんで。まあ、これもね、280円ぐらい？270円とか、そんぐらいで買えてます。半額。半額のと、半額じゃないのがあったんだよな。これなんか半額じゃないのよ。520、いくら？ 8 円？ピッタだった。まあいいんだけど、これも、なんか、シェンロンとかいるし。これ壊さないようにしないと、角とか折らないようにしない。こういうとこに置いといて、ブラーンと落ちて折れる可能性があるけどね。はい、やっとラストだ。これも半額になってないんだよな。これなんか大豆とか結構なさそうなのに。あ、多分中に入ってるんだろうね、全部。こう。
よく見ると大豆あるじゃん、結構いろいろなところに。まあ多分足りないのもあると思うんだけど、まあ528円でこんだけフィギュアが、まあガチャガチャでなかなか500円のガチャでこのクオリティのフィギュアこんだけ出てこないでしょ。ね。そうか、そうか、そう考えればまあお得かなと。はい、ということで、長くなっちゃったんですけど、今回はラジオ終わりに寄ったプレジャーファクトリーで買ってきたおもちゃの購入品紹介でした。ちょっと詰め合わせ系が多かったからね、ちょっと開けていったので、なのに最後のドラゴンボールやけにあっさりしてるなっていうね。もうあれ開け出してパーツはこれで台座はこれでとか組み合わせてやってたら2時間かかるからね。こんだけにしてみましょう。でしかもなんかこの日あのなんかお年玉プレゼントみたいな感じで、なんか今回2000円以上買ったんですけど、2000円以上買った人にはなんかね、また次のお買い物で何円以上買うと何円オフっていうなんか券をねくれるんですよ。しかもお年玉袋に入れてくれるんですよ。それがちょっと嬉しかったけど、結局また何円分買わなきゃじゃんとか思ったけど、まあ、また買うけどね、うん、トレジャーファクトリーにはトレジャーファクトリーのなんか良さがあるというか、こういう壊れたおもちゃも売ってくるっていうね。これは壊れてないけど、まあ、これも壊れてるみたいなもんか、蓋がないんだから、なんかくっついてるしね、そういうのを売ってくれるのも面白いけどね、フリマっぽくて。まあだから自分の目でちゃんと検品して買わないとですね。はい。ということで、今回は以上です。評価ボタンお願いします。それではまた。バイバーイ。